飛ぶ。なかなか、ね、対応できなかったかもしれない。ちょっと不満に思う部分もあったかも。はい、お疲れ様でした。まあ、さっきもちょっと話をしましたが、この経験を3年生はこれからの人生にきちんと生かしていってください。ここに来てこの舞台でゲームができたっていうと人生のいい糧になると思うし、みんながみんなできる経験じゃないかな。それはもう誇りを持ってください。で、1、2年生は、やっぱりさっきも言ったけど、今後の、行動、バスケットに対しての姿勢もそうだし、私生活に対しての姿勢もそうだし、っていうところを、この経験を経て、それをどうしていくかっていうのをきちんと考えて、また一緒に頑張っていきましょう。同じでさっきも少し話をしたんだけど、1年前かな、3年生には昨日話したとおり、1年前もう僕も吉田コーチも奄美大島にいて、本当にこうテレビでウインターカップを見る立場でした。で、本当ね、あの決勝戦、福岡対決の決勝戦を本当見てる側の人間でした。それが、ね、まさか1年後ここに来て戦うことができるなんて本当に思ってなかったです。本当に連れてきてくれてありがとう。6月から新体制になって今までと変わった部分、なかなか、ね、対応できなかったかもしれない。ちょっと不満に思う部分もあったかもしれないけど、本当に3年生を中心によくついてきてくれました。本当にありがとう。ここに来れたというのを3年生は胸張ってください。君たちのDNA ね、作ってくれた DNA は必ず今いる 1,2 年生と僕と吉田コーチで作り上げていきます。来年はやっぱりここに来てリベンジ絶対したい、絶対しなきゃいけないと思います。まだ卒業まで、時間が、3年生はまだあるから、少しでも 1,2 年生に多くのことを伝えてください。で、 1,2 年生はさっきも話したけど、やっぱり来ないといけないね。やっぱりここでプレーしたいでしょ。ベンチに座ってるだけじゃなくプレーしたいと思うことがまず第一歩かな。年明けから新人戦も始まります。3年生の力を借りて、まだどういう状況になるか、社会情勢の都合でどういう状況になるかは分かりませんが、そこに向けて頑張っていきましょう。3年生は本当にお疲れ様でした。で、本当に本当にもう連れてきてくれてありがとう。ありがとうございました。僕からは以上です。一応キャプテン2人から一言ずつお願いします。全体に保護者と今日はお疲れ様でした。この1年間本当にいろいろあった中、保護者の皆様をはじめいろんな先生に支えられながら今日この舞台に立てたと思うので、ここにみんな感謝をしっかり持つことと、やっぱ 1,2 年生はこの体育館にまた戻ってこれるよう、年明けからしっかり練習に励んで、3年生はここでバスケットを終わる人もいるし、続ける人もいるから、それぞれの道でそれぞれの人生をしっかり歩んでいけるように、この卒業までの期間しっかり準備していきましょう。今日は本当にありがとうございました。
ず保護者の皆さん、今までありがとうございました。自分たちが今まで支えてもらった分、今日の試合で勝ちを届けれなくて本当にすいませんでした。でも、自分たちはここまで来るのに本当に全員頑張ったというか、全員で力を合わせて本当にやってきたと思うので、形に表せなかったんですけど、今回このような形になって、試合で少しでも自分たちがやってきたことを見てもらえたら、見てもらえてよかったなと思ってます。1、2年生の人たちは、今回こうやって負けたので、次県大会ウィンターカップってあるけど、同じような思いをしないようにこれから頑張ってください。ありがとうございました。最後に保護者に今日は本当に応援ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このウィンター予選終わってから、このウィンターカップの組み合わせが決まって、相手が小中深谷さんということで、自分たちよりもサイズが大きいということで、ディフェンスもいいチームなので、そこでどれだけ自分たちのバスケットをやり通せるかっていうふうにやってきたんですけど、やっぱ自分たちの弱みっていうのが、その全国の舞台を経験している人数が少ないっていうところがあって、ちょっと不安要素も多かったんですけど、やっぱ最初その不安要素が出た部分もあり、自分たちのバスケットが思うようにできずに相手のペースに乗らせてしまったというところから、今日、その後半しっかり打ち直せる場面があったんですけど、やっぱそこでしっかり踏ん張りきれなかったというところが自分の中で悔しかったなというふうに思います。まずはその大会が行われたことに感謝して、3年生はここまで本当に一緒に頑張ってきたので、ありがとうというふうに伝えたいと思います。まずはこの大会に戻ってくるところと目標として、県内にはライバルのメトピーズさんがいるので、そこにしっかり負けないように、また年明けからしっかり走り込んで、強いチームをまた一から築き上げていけば、またここに戻ってくると思うので、しっかり頑張ってほしいと思います。ウィンターカップ予選が終わって、相手が決まって、その相手を今までビデオとかを何回も繰り返し見て、どういうことをすればいいのかっていうのも自分たちで考えながらやってたんですけど、今回それを、それに向かって練習してきたこととかを、完璧にはしっかり表現することができなかったっていうのと、あと、自分の力不足、自分たちの力不足で、負けてしまったっていうのが、その結果なので、今回のその負けたっていうのはすごく、マイナスなこととは捉えずに、これからのこと、これからのチームだったり、これから3年生はそれぞれ別の道に行くので、大きな収穫というか、レベルアップするためにすごい大切なゲームだったんだなと思います。自分は途中から来たんですけど、それをしっかり自分のことを受け入れてくれて、一緒に戦って、ここまで戦ってきてくれたことに感謝や気持ちにありがとうしか思います。あとは、今後別々になるんで、それぞれ頑張っていこうっていうことを先です。今回のこの気持ちを忘れずに、次の新人戦、まずは新人戦なんですけど、ウィンター予選とあと本戦で、勝っていけるように、まずは監督コーチに本当にお信頼してついていけばしっかりできるので、大
団結して頑張っていきたいと思います。